します。よしよ、チュース、チュース、少な。まだまだなんか初めての我々ね、ね、三女の方みんなこうね、ちょっと寄ってきて、ちょっと毛玉じゃないから大丈夫。寄ってて寄ってて、居酒屋感覚で寄ってて。ちょうど寄っててよ。うん、いいんだよ。いいんだよ。前に来てくれればいいんだよ。よろしくお願いします。ちなみに今日初めて俺たちのこと見るっていう人どのくらいいますか。ジュース、ジュース。仲良くなれそうな感じ、ビシビシ来てる方、そのまま手を挙げておいていただいても嬉しいですか。ジュース。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後藤です。今日本当にまずは本当にロケットピンク10周年おめでとうございます。ジュース。ジュース。ジュースばかり言ったらもうちょっと話が進まへんねほんま。ジュース。ジュース。ほら、ね、俺たちゴーストノートなんですけども、本当にそういうすごい大事な機会に呼んでもらえて、しかも今日は月刊ゴーストノート7月号っていうのもサブでそのタイトルつけていただいて、やっと初めて三条に来れました。初めて来たんですけど、なんか全然ね初めてな気がしないですよ。俺あれ、ま、俺たち地元岡山なんですけど、うん、岡山の俺地元が総社市っていうとこがあって。もうマジで近くて、街の雰囲気が、さっきね、みんな、純ラーメン屋、ラーメン屋行ってきたんですけど、その行く途中にね、道があって、したら、ジュース、お、ジュース、ジュースセットリスト、お、ジュース、ジュース、ほんまそこちょっと先行ったらもう、地元の駅あるんちゃうかぐらいの、ほんまにいてて、初めてなのに、すごい、これ不思議だよね。なんか何が似てるってことじゃないでしょ、うん、なかなかない。雰囲気が雰囲気なの。雰囲気、人の空気感とか、コンビニとか寄って立ち読みしたりとかしてたらさ、その横にいた人の雰囲気とか全部雰囲気や。まあまあ雰囲気ですよ。はい、なんで初めてなんですけど、俺たちにとっては大事な一本のライブだし、こうやってせっかく来れたし、どんどんみんなと仲良くなって気持ちを共有して、俺たちも精一杯歌って、まあ、ライブの図式としてはね、簡単に言いますよ。俺たちがこうバーンっていきます。そしたらみんながガーンっていきます。そしたらガーンってなってドーンっていうシステムでですね、わかりやすいでしょ。わかりやすいでしょ。日本語いらないからね。はい、バーンいきますんで、天井破る的な空気感で雰囲気でビデオワンに怒られる。100円レンタルしてたのにできなくなっちゃう。俺たちも精一杯歌って帰ろうと思ってるんで、最後まで自由に楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。じゃあ、とにかくは俺たちが4月に、アルバムを出して、今それのツアー中っていうのもあるんですけど、そのアルバムのタイトル中になってる曲を、聴いてください。